そうだね。そうだね。音楽室。図書室。多種族の生態について知りたいなら自分で調べたらいいんじゃない？ここの図書室、蔵書量はかなりのものだし、探せば大体の本は揃ってるよ。どうして俺が君に教えなくちゃいけないの？迷惑。俺、君みたいな子大嫌い。俺が嫌いなのはそういう部分じゃないけど、まあどうでもいいや。うるさいな。呪い殺すよ。呪えるし、この包帯の下は醜く歪んでる。これで満足？満足したらもう黙って。あのさ、君ってどこまで空気読めないわけ？俺は君と話したくないの。こうして一緒にいるのも本当は嫌なわけ。さっき君のこと大嫌いだって言ったよね。記憶力ないの？それとも嫌がらせしてんの？嫌がらせするつもりがないなら今後一切俺に話しかけないで。はあ、だからさ、俺は君と一緒にいたくないの。ほんと虫唾が走るレベルで嫌いだから。大嫌いな奴と仲良くしたいわけないでしょ。自分勝手な考えを押し付けるのやめてくれない？そうだね。何より君の顔が嫌い。綺麗な顔してるよね。その顔使って今までどれだけ暴虐の限りを尽くしてきたの？顔が綺麗なやつって大体が反比例して心は醜く歪んでるんだよね。はあ？何それ、
嫌味な謙遜だね。そう言っときゃ可愛く見えるとでも思ってるの？そういうあざとさも嫌いだよ。へえ、じゃあその顔の綺麗さはゾンビの特性なんだ。ついでにそのあざとさも。嫌なら離れれば。別に止めないよ。そしてもう二度と話しかけないで。なんでそんなに見てんの？ガン飛ばしてんの？はあ？気持ち悪いこと言うからだ。ミイラが綺麗なわけないだろう。あんた美的感覚おかしいんじゃないの？何が？もういいよ。君が筋金入りのバカなんだってことがよくわかった。もうこれ以上話しても無駄だね。次、案内するから来て。うるさい。ここ、入って。おや、誰かと思ったら、ノックくらいしてほしいものだね、夏目くん。すみません、うっかりしてました。そちらのお嬢さんは？
今日からうちのクラスに来た転校生。こっちは保健医の先生。保健医のロビンだ。種族はミイラ。よろしく。そうか、なるほど。君が例のゾンビか。教員の中でも話題になっているよ。ゾンビがアルデリック校に入学するなんて前代未聞だからね。なるほど、夏目くんが彼女のお目付け役というわけだ。大変に不本意ですけどね。同じ？そうだね。ミイラに興味がおありかい？包帯の下が見たいんだそうですよ。君言ってたでしょ？その包帯の下はどうなってるんだって。先生、見せてあげてよ。別に減るもんじゃないし、いいでしょ？包帯の下を？別に構わないが、随分と水凶だな。こんなものを見たいのか。吐いたり気絶したりしないでくれよ。なーに、登校しただけでもう疲れたの？やだ、ひどい顔色。ほ
本当だ。ねえ、大丈夫？鏡見てねえのかよ。もともと血色が悪いのかもしんねえけど、相当青白いぜ。急に環境が変わったせいもあるのかな。あんまり無理しないでね。全員きちんと席について、公用語の授業を始めます。前回の続きから教科書92ページを開いて。もう皆さん公用語の大切さは十分に分かっているとは思いますが、改めてお話しします。あなた方が普段使っている言葉とは別に、公の場においてはこの言語が非常に重要となります。一定の種族だけで治められている国もあれば、この国のように多種族が入り混じる国もあります。独自の言語を発達させた種族との交渉なども全て連盟の定めた公用語を。それじゃあ、23行目からの文章を訳してください。授業開始早々あくびをしてしまうくらい簡単すぎて退屈なんでしょ。それだけ優秀なのでしたら、これくらいの訳なんてそれこそ眠りながらでもできるんじゃないんですか。この学園に来るまでは閉鎖された町で暮らしていたと聞いていますが、いやあ、余裕だね。わからない。あなた今、わからないと言ったんですか？やれやれ。種族階級の低さと学力の低さを同じに例えたくはありませんが、階級の低い者が揃ってこうも不出来だと、その因果関係を疑ってしまいますね。仕方がない。ではレイ君、代わりに役を。はい。なんでついてくるの？なんで君に監視されなきゃいけないわけ？休み時間くらい好きにさせてよ。パートナーが四六時中一緒にいなきゃいけないって誰が決めたの？いいから教室に戻ってくれない？君と一緒にいるとろくなことにならなさそう。そんなことあるでしょ。
さっきの授業だって君のせいで余計なとばっちり受けたし。